山越さんこんにちはこんばんはさきすきこんばんはこんばんはアランさんこんばんはルーちゃんこんばんはマスオさんこんばんはパンパン黒リンゴさんこんばんはさきすきかわいいありがとうバイカさんこんばんはマクロさんこんばんは時間ぴったりさすがゆりだ時間は 守ります伊勢 <laughs> さんこんばんはとっしーこんばんは猫川さんこんばんはごゆうさんこんばんはのみかとさんこんばんはこうたさん待ってるときで待ってますえ今日は本当に可愛くなくてびっくりしてる <laughs> ちょっとなんなんだろうなんか活動してきた顔してる さんこんばんは土屋さんこんばんは仕事終わりましたお疲れ様ですまささんこんばんはたかひーさんこんばんはえびさんこんばんはシビさんこんばんはトッテイさんこんばんはファニーさんこんばんはスキビありがとうユースケくんこんばんはお仕事お疲れ様。ま島さん遊びに来てありがとうございますみなこンさんこんばんは十分可愛いのに肌上げるねいやでも自分は もっと生きるって思ってる <laughs> もっと生きるっておかしいけどえみさんこんばんはなんとさんこんばんはいつも可愛いですありがとう顔面通知悪いのそうそう通知悪い今日はこんばんは今日はつまちいのが真正面に去ってるので <laughs> ありがとうございますえびさん奥さんと幸せな時間を過ごしてくださいかみさん遊びに来てありがとう 私、いいや、今日も一番可愛いよ。ありがとう。リオラさん、いやいや、いい、可愛い、ありがとうございます。エビさん、何、これ。<laughs> なんか、あ、最高って書いてあるのか。ありがとうございます。ゲスト。イキシロさん、こんばんは。今日は飲まれの、飲みません、今日は。<laughs> 可愛くないって、どういう状態。にですか。なんか、まあ、メイクをちゃんとしてない。 っていうのもあるんですけどファンデーションとかをちゃんとしてたらもうちょっと可愛い <laughs> あと目目もちゃんとしてたら <laughs> 今日はもれてないの今日はもれてないちょっと自然な感じがめっちゃかわい本ほんと調子悪くてもこれだけかわいいってことでよしいえ、まあ、みんなが可愛いって言ってくれるんだったら嬉しいです全然。 いけいけあゆちゃん行 <laughs> きます自信の裏返すってかえ違いますよ <laughs> 誰ですかこんな可愛く知らないだいちゃんこんばんは来てくれてありがとうリノのさんこんばんは昨日はありがとうございますえかっこいちかっこいちですかありがとうございますかわいいあまささんありがとうまささんに言われるとなんか 本当な感じがする <laughs> みんなに言われてても本当な感じするけどさ普段言ってくれない言ってくれないっていうかあんまり言われない方に言われるとおおってなりますよね。どってさあいたんだいたいかわいいえ本ほんとにいつもあゆはかわいい <laughs>。ありがとうありゃかんねんの配信も始まったえでもあゆの配信見てくれるでしょみんな <laughs>。 やっぱりあ知つしか勝ったんだよえありがとうひろおきさんいつも書いてくれるよね嬉しいあっきーさんこんばんはありがとうございますいつもかわいいかわいい言ってるもんいやでもね言ってもらわないとねやっぱ自信にならないつながらないから言ってくれるのはマジで嬉しいですありがとう僕言い過ぎですかえ、B、のビーマンさんはもっと言ってほしいぐらいですよてかもっと遊びに来てほしいぐらいですよ <laughs> 普だあんまり言わないけどあゆちゃん可愛いですありがとうあゆちゃんは会うたびに可愛さが更新するえ本当に更新していこうじゃ大丈夫今日も可愛いえめっちゃ嬉しいユースケくんありがとう超嬉しいわなんだってマサ <laughs> さ,さんでも可愛いって聞いたら可愛いって言ってくれるよね <laughs> グループ内で同じ時間に2人配信してんのくさ いいはでも朝7時に出したんですけどね鎌倉さんペンライトありがとうございます可愛い,いというか魅力的ですえありがとう面倒向かって可愛い,いって言ったことないですね恥ずかしい <laughs> 確かにトーツテリさんに言われたことないかもでも配信とかではめちゃくちゃ褒めてくれるありがとうダイちゃんさんなら3年くらい可愛い,いっていうのやる3年をえもう3年経つじゃんもうすぐ経つからさ解禁して 遊びに来てねでもチケット取ってくれたんだもんね生誕のなにかずさんお星さまありがとうございます愛しか好きじゃないかこちら <laughs> ありがとうのみくんこんばんはありがとうございます本当に可愛いと思った時しか可愛いよねえーじゃあいつも可愛くないってことか悲しいみなかさん今日もこっちありがとうございますちょっと可愛いネタになっちゃうからテロップ変えよう <laughs> ちょっと身が持ちませんね どううしよう何にしようかなうんどうしようかなオッケーのりかたさんかわいいギタありがとうございますここまでお宅がかわいいとしか言わない配信 <laughs> ほんとなんかなんななかかかしてんのかってのっ思われます、ね、何年も前か可愛いと思ってますよいや何年も前はマジで可愛くないよなんか子供だよね赤ちゃんし可愛い時はチキ取っちゃうから最近が待ってるえでも最近るーちゃんがマジでいっぱい来てくれるのめっちゃ嬉しいよありがとう大阪も待ってるね可愛くしてこう大阪も。 るーちゃんのためにいきますとウィンドマンさんありがとうございます嬉しい可愛いだけじゃないんだよな詩 <laughs> 人みたい昨日は可愛いでたえ言われたかもありがとうまぶた可愛い <laughs> ドルをしてて社交辞令で可愛いというのは飽きましたえ社交辞令で可愛いって言うんですかアイドルオタクの皆さんテロップ美しい <laughs> え美しいにしろってことかわいい好きピ以外言うことがないえ確かにさき好きそれしか言ってないかも <laughs> え全然いいけどね嬉しいけどあいちゃんほんとかわいいえ嬉しいけどなんか恥ずかしいてっきりかわいいのふりだと思って違いますよなんか今日ブスだねって書か,かれないための保険です昨日はいたじゃんかわいいってえなんかさ生誕の時ってさみんなかわいいマジックかかるよね なんでなんだろう。ベタが好き。ありがとう。ああちゃんかわいいよ。えっとなんか不思議な感じ。ありがとう。何年前でも可愛かったよ本当に。連休中も <laughs> う私三日かある。おありがとう。 マックスピインさんこんばんはありがとうございますカメさんだるまありがとうございます嬉しいイサムンこんにちはこんばんはありがとうございます広角エボかわいい <laughs> えでもね治ってきたのやっとねあんまりしみなくなってきたし痛くなくなってきたのイエーイ可愛いいマジックわかるえわかる何なんだんだろうね でも年々可愛くなってるよ本当ですか大人あゆたん大人あゆたんかも可愛いと言葉は言うのでん可愛いと言葉を言うのではなく溢れてくるあなるほどもうブワーってなるってことねそれは生誕でさらに可愛いあゆちゃんに会えるっていうふりでしょうかさあどうでしょうあゆちゃんは大人の可愛さがいいね本当に ありがとう。なんかさっき。なかったわ。なんかチェキって書いたコメントがあったような気がしたんだけど。なかったわ。何か、なんか不思議な感じだよね,ね。なんかそう、あーちゃん、あーちゃんだから。姉 <laughs> さん、おはようございます。今起きたんですか。おはよう。 今日はボイトレに行ってきましたあの学校行ってめっちゃ久しぶりに学校行ってやばっかったなんかさそのコロナ禍の大学しか行ったことなかったからもう超人がいないスっカスカの大学しか行ったことなかったんですよ私は。で今日行ったら人がいて <laughs> 人がもういっぱいいてえー、人が多いって思ってでお茶を自販機で買おうとしたの学校の中の自販機で買おうとしたんだけどなんか人が多すぎて怖くて買えなかったですだから教室の前のなんかめっちゃ誰もいない隅っこの自販機で優しい麦茶を買いました。 マジで人多すぎてでやっぱ大学でればさまあ、多いのが当たり前じゃないですか？うん少ないのに慣れちゃったからえ。こんなに人いるんやーって思って。びっくり。晩食中なんで、ほんの本音がボロボロでちゃえ。あんま変なこと言わないでくださいね。<laughs> しょうさん、こんばんは。ありがとうございます。寝落ちしてました。なるほど、おはようございます。ですね。それは今更なのですが、なぜ毎日？ なんかすごい感じになってるけど大丈夫よこれ配信「肺に浸る」になっちゃってるけど頑張ってるんですが頑張ろうと思ったからですよマジで配信してる理由とか TikTok 始めた理由とかを結構聞かれるんですけど理由とかないです ないっていうかまあその始めた当時はあったのかもしれないけどやっていくうちにさ目的とかも変わってくるし最初の理由はもうわからないです今は配信やってたらみんなが結構愛のツイートとかも愛用しじゃない方とかも愛のツイートしてくれたりとかもするのがうれしくてまあやりたいなって思ってる。 うちの大学も人人増えたたマジで人多すぎてびっくりしただってもエレベーター乗れなかったもん並んでてキャンパスライフ満喫しないといやいやちょっとお茶も買えないレベルのビビリだから無理かも優しそう優しそうな麦茶うちの学食ご飯切らして麺しか提供できないえマジやば 10年くらい経ったらコロナ禍も笑い話になるかもね確かに人の密集はライブ会場で見慣れいやまあ人の密集は見慣れてるけどその大学の人の多さはもう本当にびっくりしちゃってで私ね教室がねもともと3階だったのになんか5階になっちゃったのゼミの教室がで、まあ、エレベーターに乗ろうと思ったのにめちゃくちゃ混んでるし時間もないし階段登ろうと思って。 登ったんだけど、マジ疲れすぎて。一回一回止まってたよね。まず一回行って、あ、ちょっと頑張ろうってなって、二回まで上がって。まあ疲れるじゃん。で三回行って。一回休憩した。普通に。休憩して四回って、休憩して五回に着きました。<laughs> 配信してくれて嬉しいです。ありがとうございます。配信は地味に嬉しい。よかった。それ配信って大切なんだな。最近わかり始めました。ね。 今日は休みだったけど休暇日にして一日あ次の話でね早起き配信はしんどいけど嬉しいのが勝っちゃう。イエーイもう懐かしいな大学戻りたい戻りたいあゆはもうね無理 <laughs> 今日も教科書買ってくるの忘れちゃったんだよね。 買いに行かないと毎日偉いよありがとうどうし。嬉しいよ見に来てくれてりっくんこんばんはありがとうございます来てくれてくれないさんこんばんはありがとうみなこさんハート10個ありがとうございますあいちゃん昔に会ったえ米不足騒動知らないあなんとなく知ってるかもしれないけど スカイステージに行く時のお宅の気持ちが分かるああそうなんだ確かに分かる普段運動しないから外出たら階段使うえ運動してんのに超疲れたんだけど <laughs> 今教科書買うの行列できないえなんかねあい5軒まであって月曜日が5軒の後に行けば買えるかなって思ったんだけど普通に忘れてきたてかボイトリがあったから急がなきゃと思って。 ウィッチダッシュで買えろうと思ったら普通に買い忘れた大学の敷地に入ったこともありますえどういうことですか <laughs> 学生時代に戻ったとしてまた頑張れる気がしないいつもとかです <laughs> ありがとうございます筆藤さんのプレゼントありがとうございましたかなちゃんの生誕の時に頂い,いたやつ今日受け取ったんですけどお手紙がもう 涙が止まらなかったです本当に本当になんかわーってなったありがとうプラットンさんこんばんは防衛大学の校舎の修理に行ったことあもう大学に行ってないってこと宮さるさんこんにちはありがとうございますふみさんメロンパンありがとうあ、はやとくんこんばんはありがとう来てくれて この前行ったネットカフェエレベーター点検中で休暇。えやば点検中とかやばいね。えらいわ、お疲れ。語源でも開いてえ、わかんない。開いてないのかなえ、でも並んでる勾配に行きたくないよ。そう言って明日寝坊したらどうしよう。あ、明日ね、朝ちょっと早いからね。今時教科書も通販。え、 てかね教科書通販してるんですよ通販はしてるんだけど全然届かないので、まあ、学校に買いに行った方が早いんだけど現金のみなの買い物がマジでカードとか使えるようにしてほしい TikTok とても可愛いかったですえのちゃんありがとう嬉しい TikTok を褒めていただけるなんて嬉しいですあゆと学生生活過ごしたかったよ <laughs> えでも楽しいかなあゆと過ごして スタジオとか番号によっては階段の結構下に並んで再び上がらないといけないあそうなんだやっぱり大変だねファンのみんなも大学のお昼何食べるのえ愛はねお昼ご飯食べなくていい時間にとったから多分大学では食べないんだけどでもなんかね学食のなんかその買えるチケットみたいなのをもうまとめたい買っちゃって。 残ってるのお金がだから使わないといけなくて今度友達と食べに行こうねって言ってるんだけど一回大学でねお昼食べた時はねかき揚げうどん食べました学食の勉強はできる時にしておいた方がいいと今なってああそうだよねでも今は勉強したいって思えない <laughs> マシュマルさんこんばんはありがとうございます あゆちゃん生誕祭めちゃくちゃ楽しみにしてるなぜかわかるえわからないです何でですか最後だからラブチの物販にもキャッシュレス導入してくるえねやっぱ現金だけってしんどいよねあゆさんの教科書ね <laughs> 教科書になってくれるんですかなってくださいよ イサムンミルクこれありがとう初めて見たこのギフトありがとうございます TikTok でも全然手を抜かないあゆちゃん素敵すぎるほんとになんかみんなさ撮ってほしいおすすめん撮ってほしいリクエストとかあったらどんどん Twitter でもインスタでも DM でも送ってきてほしいですわかんないので全然。 貧乏一人暮らしだったから学食の爆安定食はありが爆安定食周りのあゆちゃん推しがみんな泣いてそうだからえ泣かないよあゆよしはね強いんですよみなみな <laughs> みなとか言っちゃったあゆよしは私に似るので強いです ビーノさんが教科書まともなな大人になるのか,なえかわいそうなるよ <laughs> 泣いてるよビーノマンさんが <laughs> あ爆安ねちょっと点打っといてちゃんと <laughs> TikTok で前にはやった虹色の戦争お願いしたいあ OK ちょっとメモしてないと忘れちゃう 虹色の戦争ね。強くないです。いや、強いですよ。私は知ってる。最近流行ってたあのね、あの、あのねのねとちくわあのねのね。聞いたことない。ちくわ,ちくわは知ってる。 学食って300円くらいえあゆ600円ぐらいしたんだけどぼったくりもしかしてうちの学食推しに似るそうですよ推しに似るんですだからみんな優しくて <laughs> だからあゆの推しの人はみんな優しくて強いんですよ知ってました カンナ生誕で次想像してすでに泣きそうええー、泣くとこあるかなでもああいうのいやそういうことじゃないんですよね分かってる分かってるんだけどねでもあゆは絶対に泣きたくないラブチーノではな涙を見せないって決 <laughs> ラブチーノでは涙を見せないって決めてるんですよ私だからメンバーの前でもう泣いて してる姿を見せたことないです。ふうふうふほは。はい。授業のお知らせが届きました。さよなら。あーちゃんありがとうおいたしまして。六百円するなら待つわでしょ。えかきあげ,げるのえわってかきあげるの三百五十円だったかも。で五百円のやつを買って。えくえ三百五十円だったわ。ごめん <laughs> えでもねカレーとかは六百円だったんだって本当に。 かき揚げうどんは350円でしたすいません <laughs> あゆさんって優しいんですか優しくないんですか私あゆさん優しいですよ優しくないかもしれないけどかっこいいでしょだから手藤さんも同じなんですよ私とイコールなんです学食のカツ丼セット食べたい食べに来なよ <laughs> 生誕いきますけど僕かわいい僕かわいいと笑っちゃうの気を悪くしあいいですよ全然笑ってくださいいっぱいアイちゃんの分もこっちで泣いておきますはい <laughs> そうですか泣いてください <laughs> 授業のお知ら,さよ,ならさよならですよもうやだもんえ待って あゆが質問したことに対して返事してくれたのかな今のもしかして。そうかもしれないワンちゃん。佐藤さん、こんばんは。ありがとうございます。弊社の社食はカレーだけで異常に安いです。二百ええー。すごいね。でも山越さんさ、ハイハイの動画上げてないからさ、アイムがさ、怒ってるよ。<laughs> 怒ってはないかもしれないけど、あげてくれなかったって言ってて、今日。ちゃんと、撮らないと。 <laughs> あ、ケイタさんありがとうございますこんばんはこの前来てくれてありがとうチェキこっちがおとなしくしてたら優しいですえ、なんでそんな言い方するの愛は優しいよ <laughs> 優しくはないかな優しいか優しくないか確かめるためにチェキ取りに行きますねお、じゃあリオラさんは2回来てくれるっていうことかな普通の1回と優しいか優しくないか確かめるためのチェキで2回ですね イエーイ出社するといつもジャムパンえかわいいんだけどジャムパン食べてるのいいねあいあんまりジャム好きじゃないごめんなさい昨日マジで疲れて寝ちゃったってへてへおもろいいよ言っとくねアイムに昨日マジで疲れて寝ちゃったってへてへって言ってたよって あいや優しいよ本当に昔の試食はかけさえ安大盛りで40円なんだすごいねやっぱり高くなってるんですね物価は優しいのは知ってる本当にありがとうめっちゃ嬉しいよ 小西は本当に優しいのかその正体を知るために我々は南米アマゾンへと向かったえ南米アマゾンじゃなくてラブチーノのライブへ向かってください明日おねぎりにするよ中身何にする梅昆布板倉さんこんばんこばはありがとうございます来ててくれて 嬉しいです二200円でお腹いっぱいいいね天かす天かす入れるってこといいですね皆さんにゃああゆは今週の大阪が楽しみなんだイエーイ 厳しかったことはないです。独占会でってことですか？独占会で厳しくする場面なくない？でも <laughs> 普通に何かなんかすごいことをみんながやらかして来ない限り。あいう話題作りうまいよね。え話題作りうまい？でもなんかね。 何でも興味を持っちゃうっていうかなんか何でもねおもろいなっって思っちゃう例えば今日学校に行って後輩の男の子に初めて出会ったんだけどネイルしてて緑色の爪だったのその子が。で「おすごいな」と思ったらなんか TikToker らしいんだよね。<laughs> <laughs> えそういうのさ面白いじゃん面白いっていうかなんかその自分にないっていうか出会ったことない人と会ったりとかすると「えこの子すごい」ってなって「でもうめっちゃすごい子がいたんだよ」って話してなんかそっからどんどんさいろんな話聞くじゃん「え私の学校にもこういう子いるよ」みたいなでなんかね話題がどんどんね出てきちゃう隠居 きこもりってこと。たこ焼き食べないたい。メロンソーダでよかったの。どういうこと。特典会で厳しかった、行かなくなる。そうだよね。多いとか言って。<laughs> ラブチではないけど直線並みにをされてもあゆもねなんかいやアユもねっていうかそうなんだろうアイドルじゃんだってアユはだからなんか別にみんなにさなんかにこうしろああしろとか言える立場ではないからさこうしてほしいああしてほしいとか、まあ、言ってるけどなんかそのその人に対するさなんかことではないじゃんもっとチェキ取りに来てとかは言うけど それはね言わわないですわ確かにそれはすごい人ねすごいっしょどっちがフォロワー多いえであの子じゃないあの子っていうか <laughs> 知らない全然アは全然知らないんだけど刺激は常に受き続けたいえそうだよねやっぱ刺激欲しいよね刺激っていうか新しい何かが欲しいよね常に愛ユか大学のいや大学の男なんて言ってないやん <laughs> でもねあの私は本当にもう隅っこの隅っこ暮らししてるんでいつも気使遣って先生がめっちゃ話しかけてくれた今日は <laughs> 大学に池があってブラックバスつったって書きたかったのかなこれはすごいね池あるんだってすごい。 なほとあゆちゃんは得点会で何も考えないできるなほもねなんか割とぼわって喋るんでしょうたこ焼きとあゆちゃんどっちが丸いかそりゃたこ焼きだよたこ焼きであってくれさすがにさすがにたこ焼きだってほしいよね 端っっっここでででもも隅か目じゃ目立立ちちゃうんんしょう目立ちませんだって今日はまあこの服で行ったんだけど全然そんな目立つような格好とかしてないし昔推しではなかったけど握手会でいきなり笑われてへこんだことえそうなの でもあれじゃないそれがさその子のさ気遣いだったりするんじゃない分かんないけどあ好きな人ありがとういつもこの顔文字送ってくれるよねシュバーってやつ大学生なんだから何これ麻雀したことないんだけど囲碁将棋オセロトランプはできません私トランプはできるけど お好み焼きも食べたいってか夜ご飯をメンバーみんなで食べられるのがもうめちゃくちゃ楽しみで私はもうそれだけを楽しみにあの1月ぐらいから生きてきたんですよ <laughs> そりゃ嘘だけど本当に楽しみしげちーさんこんばんはありがとうございますじゃあうのしよういいようのねうのできるよ エイさんはキャンパスでも輝いてやるでしょうね。輝きたいですよ。私だってキャンパスで。キャンパスでね、え、あの子可愛いとか言われてみたい人生だと。キャンパスライフ。お好み焼きね、ね。うん。 夜ごはん一緒に食べるの誘われてないけど。え、だって都市来ないんでしょ食べれないよ。オンラインご飯会新幹線アイスにチャレンジします、え、ね、チャレンジしたいけどさ、高いじゃん、新幹線のアイスって。迷う。<laughs> リノさん、ありがとう。本場の串カツも食べてほしい。え、2日じゃさ、食べられないよね。多分い、いろんなご飯は。 あのかわいいね大ちゃんありがとう誘われたら行くけどえっ <laughs> 誘ったら来るのどうしようかな近頃はミスコンミスコンとかは出ないですよだってさ大学のミスコンとかってさツイッターでめっちゃさなんか応援してくださいみたいなのやるでしょもんじゃも食べたい そこはおさにおごってほらえ <laughs> えおがってくれるかなぁ奢ってほしいなかなちゃん新幹線のアイスをおごってくださいみんなここ切り取って送ってキャオとかミスコもすごいね だってあゆ渋谷でなんか今ミスコンやってるんですけどなんか「投票してくれませんか?」って言われたことあるもんすごいもうみんな,なんかビラ配りみたいにやってるし551の豚も楽屋食べたえー、551も食べたいねあゆ来月の28日あるねえまっちゃん来月の4日あるでしょあゆの生誕28まで待ってないよー 新幹線アイス硬くて有名ですね食べたことあるよでも大阪はうなぎバターうなぎバターうなぎバターえっ食べたことないかも4日会えないのだから皆さん、まあ、ここにいる方はゲットしてくれたと思いますけど。 生誕のチケットゲットトゲししてくれましたかアクスト付きが4月の13日ぐらいまでだったと思うのでぜひぜひゲットしてくださいもう本当にチケットいっぱいあるので <laughs> チケットいっぱいあるんでぜひ皆さんゲットしてくださいボソボソあいちゃんに投票しますありがとうございます 勢いですえ本当にありがとう嬉しいめっちゃえー、ありがとうございますそうなのよいや笑いすぎやろナホ <laughs> <laughs> ちゃん三つ木癖あるから言えばエスを奢ってくれるよえそうかなでもさすがになんか高校生に奢ってもらうのはちょっと両親が痛みますけど。 1> 1のアイスキャンディーありますえそうなのそれは知らない生誕祭か来てほしいとりあえずグリコの前でみんなでポね取れたらいいねアクスタ持ってムスバーガー行くムスバーガーあんま行ったことないかもあゆゲットしてめっちゃ楽しみゲットして あゆちゃかわいいな好き <laughs> じゃあまっつ28日会えたらチェキ来てねうなぎのお寿司の上にああそうなんだえいいね来年は時間来年来年か来年ね待ってるねじゃあ来年。 買いましたよ5年ぶりですえありがとうございます嬉しいそうみんなぜひぜひ買っていただく買っていただきたいっていうか来てほしいです生誕楽しみだねなんかでも最後だからドキドキしちゃうな えー、ドキドキするあのさでも当日誕生日当日もイベントあるのでまだ公開されてないけど当日もハッピーバースデー歌ってください <laughs> 当日もハッピーバースデー歌ってほしいバトゥール明るいから嬉しい確かに明るいね あと横に広いからさ入れるな <laughs> 何入れるっていうか後ろの番号の人も多分そんな後ろに行かないと思うよでもまだ何にも決めてないんでしょうなんでさ決めたく決めてないか知りたいんですか <laughs> でもあるんだからさ楽しみにしててよ4日を説教。 バトルなのがまたいいですな本当ですす本当か大阪で時間があれば共演するアイドルで見てえアイドルさんですかえでも私あんまりアイドルさんわからないのでおすすめのアイドルさんとかいれば教えていただきたいですあアあいむちゃん今日来てくれてありがとう今日ねボイトレがあったんだけど アユが学校結構今日は早く終わる日ででまあ最初だったからさ早く終わってなんか19時からだったの。ボイトレがで17時ぐらい17時過ぎぐらいになんか着いちゃうからそのスタジオに「ね、誰か来てよ」って言ったら <laughs> アナ緒とアイムがね来てくれてね一緒にご飯食べたんだ。イイエーイ 一人群青ラプソディーが一番楽しい <laughs> 一人群上ラプソディーなのかアユはえきつ <laughs> えそっか一人でやんないといけない大 <laughs> 忙しアユちゃんの生誕されたやっとアクスタソロンねそうだねうらたふさんこんばんはありがとうございますカメさんおへさまありがとうございます老人エリアあるある全部老人エリア 会費も出ますか出ません十一月以降などに休みやすかなあ、そうなんだバブバブアイムちゃん <laughs> アイムはちょっとしっかりしてますよ生誕ライブって独特の温かい雰囲気があるからいいですえ、そうですえ、ってかなんか生誕っていうかさ普通にやっぱ何あれ単独は、まあ、いいなって思った アーチャーソロコンえこれどっちのことを言ってるの海くんはあ <laughs> ゆのこと言ってるあゆめのこと言ってるマサさんあ <laughs> ゆのソロ曲強制群青ラプソディじゃえそうだったのやばいじゃん群青高いから歌えないんだけど一人で全部老人って多い <laughs> 4人でご飯楽しかったですね。え、怖い <laughs> 楽しかったね。う、え、ん、っと、アイムとナホといるとマジでね、元気出るよ。楽しい。え、お宅の年齢層そんなに高いの正直に言っていいですか高くないです。あのね <laughs>、高くないっていうか、男性ってすごく若く見えると思ってて、男性の年齢わからないから、あイいが勝手に。 めちゃくちゃ下に見てるだけかもしれないけど全然みんなお若いですよ。みさんんこれはななだ焼きそばパンかなありがとうゆちゃんのこと言ってたソロコンでしょえソロコンでも来てくれるのみんなソ。ソロコン来てほしいソロコン来てほしいっていか <laughs> やんないけど <laughs> もしやったらねあゆちゃんとチェキ取れる時が来ましたえ二28年 嬉しい。俺29歳だた。え、そうなの若いね、めっちゃ。小西、ソロイベもやってほしい。ええー、需要あるならやりたい。かゆみとばさん、こんばんは。何食べたんなんかカフェの、あゆはパン食べて、アイムはなんか、何あれ、なんかオーブン焼きみたいな、野菜のオーブン焼きみたいなやつ食べてた。僕は高いです。<laughs> すごいいいい嘘つくやん高高だろえそうなの高いらし分かんない全然まあ若くはないですって若いの基準がな、ね、いだってさ老人ってさ60歳ぐらいの人のことじゃないの7080 <laughs> でもさ70歳とか80歳とかでもめちゃくちゃ素敵な人とかいるよね女性も男性もさ めっちゃなんか体とかもさ鍛えてるのかなっていうぐらいすごい綺麗な人とかいるじゃあオタクそれぞれお理屈に見えるかやだやめてよかった俺まだ22歳だからやば大ちゃん22歳だったんだそれは知らなかったわそのコン行くよありがとう小西さんの2ですあ 二十二歳ですか <laughs> ソロコン決定い,いやいや全然ありがとうございますソロコン決まりましたイエイ可愛 <laughs> い,いありがとうソロコン絶対行くしかパン食べたよ精神年齢は低いぞみんなバブバブだからそうだね確かにラブチーノのファンのみんなは赤ちゃんだからね そろ行くわえ、本当にじゃあやりたいってちょっとおたるさんに言ってみようかな人生折り返してます100歳と考えてということですしょうかそれは JK によると23とかでもおじさんらしいえじゃああゆもおばさんじゃん <laughs> 普通に JK からしたらおばさんじゃん21なんてえー、それはちょっとガビーンですよ 7080でも素敵でありたいわその時でもあゆたは永遠の17歳やろそうかもしれんね赤ちゃん来てよあ,あ赤ちゃん一番の赤ちゃん来たねでも赤ちゃん高尾くんは嘘つきだからね赤ちゃんなのに赤ちゃんはバブバブしてないとダメだよ あゆちゃんに初めて会ってからもう7年ぐらい経たってるから私はそこそこの年齢ですということは私もそこそこの年齢になったということですよねいやー21歳かしんどい21歳ってしんどいソロコンイエーイソロコン決定イエーイ リアクションでガビーンあれえ古いってことアイムが言ってんのよガビーンってだから若いのかと思って使っていたんだけどダメだったババナに聞いてんだぐらいだよねえー、若いんだよ見た目がなんかルーちゃん格好も可愛いからじゃないなんか格好がさあアイは割とボーイッシュな格好とかもするけどルーちゃんめっちゃ可愛いからいつも 絶対それだよ21歳がしんどいというよりかはなんか21歳って何をしたらいいのか分からなくてしんどいです21歳若い <laughs> いつも自分は若いと思ってるけど腰と膝がガクブルいやまあねでも30歳ぐらいなんかさでも言うじゃん 20歳になりたくないとか言ってさ「いや20代が一番楽しいよ」とか言われるしえ「じゃあ25とかになりたくない」って言ったらさ「いや25からが楽しいよ」って言われるし「30になりたくない」って言うと「いや30からが一番楽しいよ」って言われるから多分どの年も一番楽しいんだけどでもなんとなくねやっぱり昔は私もあってもう小学生とかでさアイドルやってたからさ「え小学生若い!」みたいな感じで言われてたのに。 もう今はあ二十歳ですかみたいな感じだから赤ちゃんの人ってもしかしてマザコンなのかなって最近思ってえそうなの切り上げないでよ死者五入にしてよ年取るとすぐ疲れます <laughs> そうだね「ラブチ」全メンバーで楽器を演奏するライブはみたいなえ楽器演奏できるのかなみんな 僕はあゆと入れたら一番幸せ幸せじゃなかった勝手に幸せにしちゃった楽しいありがとうてか電気めっちゃチカチカしてるチカチカしてるの分かる ?21 歳は子供のような気になかあそうなのすごいね21歳でお父さんだったすでにかけるメガネを。 かけてるメガネを探して一時間。ああ、なるほどね。昨日さ、三十代だと思ってた I. O. C. に五十ですよって言われて、思考停止した <laughs>。え、でも、わかる。え、本当にさ。若く見えるよね。わかる。本当にわかる、それは。あゆも。全然みんな三十代ぐらいだと思って。 だけどなんか実は違うみたいな全然あるし本当にわかる連絡してく一人一人「ラブチーナ」のライブで年を忘れる後悔するまた <laughs> 年忘れられるライブにしますねじゃ天気9時間じゃいいか「台湾待ってるのつらいです」そうだよねつらいよね座ってな。 カンの挑戦がロボああなるほどリアルにいくつに見えるか知りたいリアルにいくつに見えるか知りたい,いや海くんはもう知っちゃってるからな山越、ま、さんも自分が1歳だと思ってさ39歳でにた <laughs> やばい だと思ってるな39歳ってもうさおかしいやんそれはもう <laughs> 普通においらの一個下の友達今年おじいちゃんになったどういうこと <laughs> 同級生と会うと健康話が多いいや確かに。 そうだよねえ知ってんのえ知らない <laughs> !?23 ぐらいだと思ってたんだけど全然違うもしかしてアイドル現場おじさん率高いので、ね、まあそうだねみんな石田ゆり子さんみたいに若く見えるのでヤギタもね全然見えないよあの年に本当に奇跡のあこれ言っちゃうやばいかバレちゃうね 友達との会話はあかんあっ,って悲しいんだけどやめてよそんな何するの <laughs> 割とフレンドにに話してた人がかなり年上でビビることああー話がさ会う人とかもいるもんね全然孫が生まれたってああそういうことねなるほどなるほどまあラブチ現場はまだ若い子多いと思うよまだ本んてかもうアがライトちょっと待ってねめっちゃ気になるさ いやビンゴえビンゴえ陰性でしょだって同級生に会うと病気治療 <laughs> 健康であれ <laughs> 年齢不詳なのであゆたんとの秘密じゃあヤギタの年齢を知ってるのはあゆとヤギタと。 その他多数ですね若いアイドルさんとお話しして元気もらって若さを保てているあーでもそれはわかるかもしれない 2> <laughs> い,い2年おーすごいねやばっジカジカするない,い2年かじゃああゆは 大学3年生だからえー、3年生っていうのもやばいし今日なんか「就活してる人いますか?」とか言われたししてないわ就活なんてお宅の年齢全然分からんえ分からんよねまあマスクしてるからっていうのもあるのかな雪田さんはロボットなのに年齢あるせ 年、ね、月ギタはねロボットになりたくてなってるわけじゃないもんねだって海君くんあった頃は若かったな <laughs> 今は若いやろ <laughs> 3年生履修登録したしましたよもう三年生えもう3年生よ私も3年生ですわ。 ややばばいいよね本当にえー、やばいなんかさ友達に今日なんか就活のなんか相談会とか行ってるって聞かれたのねであそんなさ就活って自分たちの年なのって思ってたから全然普通に無視してたのその就活なんとか会みたいなやつとか全部無視しててそしたらさあうちらの台のに向けて言ってるんだってことに気づいてやばいなって思った あふなしーさんこんばんはしょけんさんありがとうございます今はね年齢の話してるよ昔楽天チケットのロボットチェックができなくて自分がロボットだと気づきました <laughs> 怖いい <laughs> いやユミた本当におもしろいよねびっくりびっくりあゆたんが就活してる頃老ねオタクは就活ちょっと みんなそういうなんかちょっと悲しい話はせんでなハロプロのファンクラブに入ってあそうなんですかええー、私も昔一回だけなんて言ったってハロプロに出させていただいたことがあります小声ですがあいはいまだに中学生のイメージ中学生です ナッシーさんめっちゃグッズのとかの話してくれてるありがとうございます最善を取りまえすごい <laughs> 最善取れるのすごいねじゃあ55分だからちょっと告知しようかな告知ってか今日なんか話したいことがあったはずだったんだけど忘れちゃったわ あと5分でスパドキのチキハツだってえだってあと5分皆さんスパドキ来てくださいえっと5月の3日かな多分今回出演者がめちゃくちゃ多いですよ是非スパドキ来てください待ってます なんか告知することが多いんだけどあ、何も覚えてなくてちょっと待ってね <laughs> 思い出す <laughs> とまず今週末なんですけどあの大阪に衛星に行きますと2つイベントに出演させていただいて1つはもうタイムテーブルとか特典会の情報も出てるんですけどもう1つが。 まだ多分出てないと思うのでちょっとそれはもう少々お待ちくださいチケット発売中ですのでえっ、ー、と来週もぜひ皆さん大阪の皆さん会いに来てください東京の皆さんで会いに来てくれる方も楽しみましょう早く会いたいね会いたいね<ブ>してえっとその次の週間の24日が えっと定期公演がバトゥール東京さんにてありますこちらがのパジャマ公演になってまして一部撮影可能の曲もありますで特典会で特典券1枚でね10秒動画が撮れるんですけどまあその初めての,その動画なのであのぜひ皆さん特典会も会いに来てくれると嬉しいなと思ってますそうして 4月の29はマーキー祭ミニで30もイベントあって1日もイベントあって2日はないかなで3日がスパドキーあと5分でチケ発で4日は私の生誕がありますイエーイ あのチケット発売中ですので皆さんぜひ来てください待ってます明日5月のマーキーあー5月8日だっけのマーキーのミニにもそちらにも出ますあと5月の28日に事務所の 主催の主催というかあの事務所で新しいグループさんがまたできるんですけどそちらの方々のオープニングアクトみたいなのやらせていただくのでぜひそちらも来てください <laughs> 生誕祭は5月4日です当日は4月30なんだけどね動画撮れるんですか初めてのがそうなの初めて動画をレギュレーションで追加したのでよかったら来てください 動画、脚本用意 <laughs> 脚本用意してきてくれるのそれはありがたい大抵出ないと計画ねそうだよねなるべく早く出していただけるように言っておきますねあそうだミニティフもあるのかミニティフもありますえっと5月の7かな多分そうだったと思う でミニティフはもう入場特典がめちゃくちゃ豪華なんですよ。でミニティフってさトークポートなんでしょ特典会がなくてオンライン特典会なんですけどのミニティフのチケットを買っていただいてラブチーノで入場していただくとボイスチェキ。んボイスチェキ たぶんボイスチェキとなんか新衣装のカンバッチとか言ってたかなちょっと忘れちゃった <laughs> なんかいろいろつきますので皆さんぜひ遊びに来てくださいボイスチェキはマーキーミニだってごめん <laughs> もう分かんないよいっぱいありすぎて30秒動画なのそうなんだだって えまあ、公式のツイッター見てくださいわかんないもうごめん <laughs> 何もわかんないわ兄さん生誕楽しみありがとう楽しみにしててくださいまあ多分普通のライブだけど <laughs> 頑張って生誕までには美しくなっておきますね小西の小遣いでボイスチェキツイクするどういうことあゆが買うってことあスパドキゲットありがとうよいしょであの私毎日。 えっと、平日毎日配信してて今日の朝今週の1週間の予定を出したのでよかったら皆さん是非見に来てください明日は朝7時からラジオ配信をしようかなと思ってますまあラジオ配信はなんかちょっと短めに30分ぐらいやろうかなと思ってるのでよかったら聞きに来てください 五時間お届けしました。配信お疲れ様です。ありがとうございます。おお。大石浜さん。ありがとうございます。あと何か私に言っておくことありますか。スクショタイム使用スクショタイム。はい、とスタート。 やっぱ今日生まれないわ。うん,うん。<laughs> じゃあお目目だけ撮ってお目目。 目だけ取った。取 <laughs> れましたか。七時二十分に起きるので、八時までやってください。七時に起きてください。<laughs> ありがとう、みんな見てくれて。目だけ取った。 なんかね、こうやってねここにいるとねコメントがちょっと見えなくて大画面でやりたいな配信ありがとうこちらこそはいかわいいありがとうかかわ <laughs> ありがとう一番かわいいほんと起きます起きてくださいでは今日は終わりにしようかな が起きられるか心配だけど起きるね絶対みんな今日もありがとう来きてくれてあのね水曜日はねできたらカラオケ配信したいなって思ってるちょっと声の調子次第だけどだからみんなぜひ見に来てくださーいじゃあ今日もありがとう月曜日お疲れ様明日も頑張りましょう 通勤時間に聞くね。ユースく君ありがとう。じゃあ通勤時間に聞いてください。リサのホーラお願いします。私頑張ります。ちょっと歌えないけどリサは。お疲れ様ありがとうね。みんな本当に。おやすみなさい。ほんありがとう。バイバイだよ。バイバイ。おやすみ。じゃあねー。